ショールームをご覧のあなた、こんばんは。そして明けましておめでとうございます。乃木坂46の新内舞です。ことよろだよ、ことよろ。今年もよろしくお願いしますと言いつつ、この番組は年末年始も休まず、先週に続いて普通に生放送なんですけど、皆さんって今お休み中なんですかね。お仕事中、お仕事も始まりました。長い人だと11連休とかでしょ。成人式の日も、成人の日までか。いやー、全然普通に正月から働いてた。いや、フリートークでも話すと思うんですけど、私純粋な休み1日しかなかったです。丸1日しっかりお休みなの。いやー、ありがたいことですね。なんかいつもだったら旅行に出かけているので、今年はどうなるんだろうなとは思ってたんですよ、自粛の頃から。まあ、もちろん夏休みもなかったですし、旅行行けないだろうなと思ってたんですけど、でもなんか心配ご無用でしたね。多分行ける暇がなかったです、今年は。ねえ、そうだよね。嬉しいな。でもなんか皆さんはお休みが取れてるみたいなので、普通にだって街中人いなかったですもん、外とか見てて。いやー、本当にみんな帰ってるんですかね。どんぐらいの確率で帰ってるんですかね。結構少ないとは思ってるんですが、うん、まあ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 、そんな感じで、お休みは皆さん何してるんですか。家にいるんかな、やっぱみんな。私は冬休みがなかったんでほぼ何もしないんですけど、うん、何してんだろうみんな。でもなんか家族とかで集まったりしてるんですかね。私今年は実家にも帰ってないです。実家とか地元にも帰ってないので、なんか年末年始になんか忘年会と新年会毎年やってたんですけど、なんか忘年会は本当にもうめっちゃ大人数でみたいな、なんかそのうちの学校の中学の時の学校の人たち結構集めて、多い時とか本当に3、40人とかいたんじゃないかなとかやってたんですけど、今年はもちろんなく、新年会もなくね。え、正月らしいこともねそんなにしなかったんですが、でも結構皆さん家で待機っていう人とかもいっぱいいますね。そう、ありがとうございます。ますいや、明けて今日から今シーズン3度目にして3強の寒波が来るらしいんですけども、でも今日言われた、なんか稽古場で帰りに、明日めっちゃ寒いらしいからみんな気をつけてきてねって。もう先生みたいだよね、岡村さん。明日寒いらしいからみんな気をつけてって。明日はなんか美奈子さんっていう、私もう一人ダブルキャストの方がいらっしゃるんですけど、美奈子さんと私同じ時間の入りで、なんか4人だけ早いので、寒いねって言いながら明日どうしようねって。しかもなんかダブルキャストだと見てる時っていうんですか、あの自分がやってない時の見てる時が寒いんですよ。やってる人たちはめちゃくちゃ汗かいててめちゃくちゃ暑そうなんですけど、しかも今マスクとかしてるから余計に声が出しづらいから余計に頑張っちゃって、みんなめちゃくちゃ汗だくなんですけど、見てる方めっちゃ寒くて、今日もブル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 って思いながらずっと見てたんですけど、なんか差し入れとか、今日美奈子さんがマックのシャカチキを差し入れしてくださって、あれめっちゃいいなと思って、なんか差し入れでおすすめないですかね。皆さんに聞くのも違うと思うんですけど、個包装で手で食べずに何かに包んでとかで、でなんかやっぱ男性が多い現場なので甘いものじゃない方がいいかなと思って、いやシャカチキめっちゃベストだなって思って見てたんです今日。ねえ、なんだろう、なんかないかな。甘いものよりやっぱねしょっぱい系の方がいいんじゃないかなと思ってます。あー、サンドイッチね。
お稲荷さんも思ったんですよ。私すっごい好きなところのが一個あって、そう、こぎつねっていう、私多分ここのスタッフさんにも一回好きって言ったら持って、なんか差し入れしてくださったんですけど、こぎつねめっちゃ好きなのでって思ったんですけど、肉まんは、肉まんいいな。肉まんあったらテンション上がりますよね。一応レンジあるんですよ、稽古場に。いや、肉まんいいな。ありありあり。卵サンド。いやー、そうなんですよ。銀座にあるさ、差し入れしてくださった北新地の卵サンド、私めっちゃ好きなので、それやってあげたいなって思うんですけど、いやー、時間がね、起きて、取りに行ってとか予約してとかがないからな。明日は無理だな。確かにな。まいせんのカツサンドもまあありね。確かに。買えるしね、すぐ。なんかみんな詳しくない？差し入れしたことある？ ねえ。なんだろう。コロッケいいね。コロッケもありだな。メンチカツとか。でもどこで買えばいいの？そういうお店ある？なんかメンチカツってなんか吉祥寺とかにありません？ないなぁ。ハムカツ。なんか意外とみんな知ってますね。すごいなぁ。でもなんか、頑張ります。なんか差し入れしたいなって思ってたので、はい。というわけで、毎週水曜日のこの後深夜1時からラジオ、ラジコ、ショールームで同時生配信、乃木坂46のプレイ番組としてお送りしているこの番組、新年最初の放送となる今週は、この後1時から番組本編に週替わりパーソナリティとして早川聖衣来ちゃんを迎えてお送りするんですけども、そう、紅白見ました？そうなんですよ。今回の紅白は本当に全然違いましたね、やっぱり。なんか楽屋の場所とかはいつも同じな感じだったんですけど、もういつもより広かったんかな。なんかすっごい広く感じました。いや、わかんないっす。 でもすごく、なんだろう、そのディスタンスとかもすごい気をね使っていただいてて、スタッフの皆さんとかすっごい大変だと思うんですけど、本当になんかもう区切られてるんですよね。もうエリアでここまでしか入れませんみたいなやつがたくさんあったりとか、本当なんかその私たち結構大人数のアイドルグループなので、その大人数アイドルグループがあんまりすれ違わないようにとか、廊下は止まらずにいてくださいとか、いつもだったら廊下になんか2列ぐらいでバーって並んでるんですけど、その視線前って、今回はなんか別室が用意されててみたいな、そんな感じで本当にすれ違わないようにとかなってて、すごく様変わりした舞台裏でしたね。でもやっぱ緊張感はありました、すごく。紅白歌合戦なのでね。いやー、皆さん見ていただけました？でも結構今回はさ、家にいる人が多かったと思うので、見てくれた方も多いかなと思うんですけど、赤の衣装のね、可愛くないですか、あれ。そうなんです。私は、パンツタイプ、ショートパンツタイプで、だったんですけど、そうねえ、あれはでもスタイリストの人が選んでくれてるので、大体スカートの人もいるんですよ。スカートっぽいやつとかショートパンツタイプとか、でもすごく可愛い衣装で登場させていただいたので。でも紅白衣装って大体なんか次のライブとかで着ることが多分多いので、これはぜひ見てほしいなって思います。なんかしかも全員分衣装があるのって少ないんですよ。紅白衣装しかないんですよ。紅白衣装か制服かぐらいしかなくて、なんかその40何着あるのって稀なんですよね。でもだから、あの赤が一気に揃って考えると結構綺麗だなって思うんですよね。で、去年の紅白の衣装もレースっぽいやつなんですけど、あれも全員1着ずつあって、なんかすごいなって思いますよね。でも
本当になんかアイドルしてて思うのが、こういう可愛い衣装着れるのって本当に特権だなって思います。なんか普通のに生活してたら、こうやってオートクチュールで作っていただいて自分に合ったお衣装を作ってもらうことってないので、いや嬉しいですよね。だってしかもなんか自分の名前がちゃんと刻まれてる衣装とかあるんですよ。だいたいその後ろの背中の部分にタグがついてて、タグっていうか名前タグがついてて、新内舞っていうのを見ると、あ幸せだなって思いますね。こうやって衣装を作っていただいて、うん、すごい嬉しいなと思いますね。皆さんは何の衣装が好きですか？私好きな衣装に加わりました、今回の紅白の衣装とレコ大の衣装。いやー、やっぱオナイさんすごいなって思いながらね、嬉しいなと思います。はい、ということで最後にこのコーナー、今週はワンコとニャンコとその他のペットやります。はい、名前が書いてないですね。匿名の方からいただきました。先日祖父母の家に行ったら、1歳の飼い猫メイちゃんがまるで置物のように1歳とは思えない落ち着きようと貫禄で電話番をしてました。にゃん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 、どこに乗ったの。いや、なんか実家感ある、このなんかこのボールペン、四角と三角のボールペン、実家感ありません？実家感というか、おじいちゃんおばあちゃん家感ある。かわいい、すごいすごい。なんかこういう棚あったな、おばあちゃん家。なんだろうね、電話置く棚っていうんですか。すごくない、このなんだろうね、このしかもなんか黄色の三角と四角のさ、ボールペンの上でしょこれ。なんだろう、なんかあったよね。でもうわー、なんか癒されるわ、いろんな意味で。はい、ということで今回は、今年一発目はこんな感じで進めていこうかなと思います。番組にメールをいただける場合は、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、それぞれ懸命に、まあ、ワンコとニャンコだとかショールームだとか書いて送ってきてください。それではこの後1時にまたお会いしましょう。またねー。